2021-22 ヨギボーウィーリーグ第1節、マイナビ仙台レディース対野島ステラ神奈川相模原の一戦を岩テックスタジアム仙台からお送りします。解説は小林栄一さん、実況平井でお伝えしていきます。小林さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよですね。はい、どんな思いですか？いや、楽しみですね。まあ、選手たちにとっても本当に今日は特別な一日になるでしょうね。さて現在の気温です。26度、湿度は 59% です。サポーターの方を見ていると、まあ、日差しもたっぷりあるということもありまして、半袖の方も多いですね。まあ、今日はこまめな水分補給なども必要な、とは言ってもまさにサッカー観戦日和となっています。私たちはそれでは WE リーグの大会概要をご紹介していきます。日本初の女子サッカーリーグ WE リーグは、世界で活躍できる選手の輩出を目指し、全11チームでスタートしました。今シーズンは来年5月まで全22節計110試合を行い、ホーム&アウェー方式による総当たりのリーグ戦で初代女王を争います。当面は降格なしのエキスパンション型となります。WE リーグは日本初の女子プロサッカーリーグで、 WE はウーマンエンパワーメントの略となります。日本の女性活躍社会を牽引する存在になるという意思と、リーグに関わる私たちみんなが主人公として活躍する社会を目指すという思いが込められています。WE リーグはエントリーが1チーム18名以内、そして外国籍選手は5名までとなっています。優勝すれば賞金は2000万円、そして WE リーグのトロフィーが贈呈されます。それでは WE リーグのコンセプトやビジョンを伝える映像をご覧ください。私たちは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 私は WE リーグのコンセプトやビジョンを伝える映像をご覧いただきました。小林さん、ある意味プロになってこれまで以上に結果も求められることになりますよね。そうですね。多分選手たち楽しみにしていたことだと思うんですけど、はい、やはりプロリーグ、プロ選手として戦っていく中で質の高い魅力なサッカーを見せてほしいですね。小林さんがもし今現役で選手をされていたらと思うとどうですかね。いや、プロサッカー選手になりたかったですね、日本で。はい、まあ、まさに本当にこのさまざまな歴史を紡いできた方々がいて、この WE リーグが開幕ということになりました。まあ、今少し選手の表情もご覧いただきました。野島の選手たちですが、いかがでしたか？少し緊張している感が伝わりましたね。まあ、やはり今日は、ね、特別な日になるということで、非常に緊張感のあるいい表情でもありました。そして今場内で流れているのが J リーグアンセムを手掛けた春畑美中さん作曲の WE プロミスです。この音楽に乗って選手たちが間もなく入場となります。今4人の審判を先頭に、両チームのキャプテン濱田遥選手、そして松原ありさ選手が入場して、その後ろに両チームの選手たちが入場してきています。
今、能島の松原選手が一度ピッチにタッチをして入場しました、まあ、こういった験担ぎのような儀式のようなものもあるんですかね。そうですね、選手一人一人の入り方っていうのはそれぞれあると思います。ご覧いただいているのがキャプテンの濱田遥選手、そしてこちらが新加入です、サンデイロペス選手です。キャプテンの松原有沙選手も笑顔を見せていました。スタジアムではWリーグ岡島キックコチェアの開幕宣言が大型ビジョンから流れています。世界一の女性コミュニティの実現に向けて、そして多様な生き方と夢が生まれる社会を目指して、みんなが主人公になるためにWリーグがステージとなります。2021年9月12日ウィーリーグの開幕を宣言します。ウィーリーグチェア岡島キク子。続きましてマイナビ仙台レディースキャプテン濱田遥選手がクレド宣言を行います。私たちウィーリーガーは一人一人がプロサッカー選手としての自覚と責任を持ち、サポーターおよび社会に対して以下の約束をすることをここに誓います。私たちは自由に夢や憧れを抱ける未来を作る。私たちは共にワクワクする未来を作る。私たちは互いを尊重し愛でつながる未来を作る。みんなが主人公になるためにプレーする。2021年9月12日マイナビ仙台レディースキャプテン濱田遥。続いて始球式を行います。行っていただきますのは株式会社マイナビ代表取締役社長執行役員中川信之です。それでは両チームのスターティングメンバーをご紹介していきます。まずはホームチーム、それでは参ります。マイナビ仙台レディースです。ご覧いただいているように3-4-2-1を予想しました。3バックは真ん中に一瀬奈々、右に国武愛美、左に舞谷美穂、そして前の3人池尻真由がトップ、車道には濱田遥と宮澤ひなたが入っています。小林さん、気になるポイントなどありますか。はい、前線にスピードある選手が揃っていて、あと得点能力の高い3選手だと思います。特にどの選手が気になりますか。9番宮澤選手が注目ですね。どんなプレーがいいですか。スピードに乗ったドリブルから、まあ、自分でもゴール奪えますし、あとは周りを生かしたパスも判断できるので、そういったところを注目したいなと思ってます。まあ、おっしゃるようにプレシーズンマッチでもアシストでも活躍していましたし、そして得点も決めました。今日はこのメンバーでスタートします。それでは審判を紹介します。主審は杉野梓、副審は高橋沙織と宮崎真理、第4の審判は岩城真理子です。この4人でこの試合がコントロールされていきます。アウェーの野島ステラ神奈川相模原のスターティングメンバーです。 4-4-2 を予想しました。センターバックは松原有沙と大賀梨沙子、2019シーズンぶりの復帰となります大賀です。そして前線はサンデイロペスと野島さくらが組んできます。小林さん、こちら気になるポイントいかがでしょうか。はい、加入したばかりのサンデイロペス選手に少し注目しています。はい、どんなところを注目したいですか。いや、もう規格外の身長と北野監督がおっしゃっていた通りに、もう周りの選手と比べて頭1個分ぐらい、182センチという身長があるので、で、野島ステラのサッカーが全員守備全員攻撃という形なので、まあ、こうやって加入してすぐこうやって出ていくっていうところで、どういったチームの中での役割というかを注目していきたいです。セットプレーなどにも非常に注目できる選手です。背番号28番、加入したばかりナイジェリア出身のサンデイロペスです。こちら円陣を組んでいるのが今日は白のユニフォームで戦います、野島ステラ神奈川相模原です。
今日のゴールキーパーは久野吹雪選手、一番チームの中ではお姉さんの選手となります。一方のマイナビ仙台です。サックスブルーのユニフォームで戦います。マイナビの選手たちは小林さんも一緒にプレーされた方もいらっしゃいますもんね。はい、そうですね、7番の隅田選手は一緒にやっています。この選手はメニーナ、そしてベレーザ出身の選手です。今キャプテンの浜田遥がポジションについていきました。今前半の45分が始まりました。前半右から左に攻めるのがホワイトのユニフォーム野島ステラ、そして左から右へと攻めていくのがマイナビ仙台です。さて立ち上がり、小林さん、どんなところを注目していきたいですか？まずその入り方ですね。両チーム今野島ステラの方が前線にボールを蹴ったようにはっきりまずは野島ステラの方はすると思うんですけど、仙台の方は、まあ、前を狙いながらつないでいくことでリズムを作っていくのかなというふうに思います。はい、その注目選手の今宮沢がボールを持っていました。前髪仙台のスローインです。隅田がボールを持って長野から左を使っていきます。一度後ろに下げます。長いボール入れてきました。久野がキャッチしています。昨シーズンは18試合すべての試合にこのなでしこリーグ1部で出場しました。その久野のゴールキックです。今のヘディングも勝ちましたね、サンデー選手。はい、やはりロペス選手が今自分のところへボールをよこせというふうに言っているように、もうターゲットとしてそこを狙っていくのかなと思います。まあ、一方その背の高い選手をどうかいくぐっていくか、マイナビ仙台どんなところが必要ですか？そうですね、やはりそのまず最初にフリーでやらせないというところが大事だと思うので、まずはボールチェックに行くことが大事ですね。はい、直接蹴っていきました。久野のキック、まさに今もロペスのところに入りました。オフサイドになってマイナビ仙台ボールです。マンヤから左に開いていきます。中央ドリブルで運んで長野が前の位置を取っています。クロスが上がっていく、ただ久野がキャッチしています。今長野選手いいオーバーラップでしたね。はい、ランニングで。まあ、長野選手も小林さんはかなり、まあ、長野選手がフレッシュなこう10代の頃からご覧になっているんですよね。はい、アンダーカテゴリーでの活躍を見ていて、足元も上手ですし運動量ある選手だなと思って注目していました。今シーズンチフレから加入しました長野風花選手です。ゴール前に入ってきましたが、ここ対応に行くのが国武です。ロペスと国武のマッチアップでした。ちょっと国武起き上がれない感じですね。一度試合を止めました。肩のあたりを気にしていますが、近くにいるのが一瀬選手です。このマッチアップはですね、少しアフターかなという感じですけど、やはり体格も大きいので、体はそう簡単に倒れないと思うので、その辺もしっかりと負けないように対応していきたいですね。そうですね。まあ、1人で、まあ、マークというよりもその2人3人とこう人数をかけることも重要ですかね。そうですね、やはり背負っている時は2人で挟んで取りたいですし、ただその挟む時に自分のマークを捨てていってしまうので、そこを使われないような対応をしていきたいと思います。はい、中央で奪って小林美晴です。一気に前に送っていきました。
ここもロペスを狙っていました。はい、やはりはっきりしてますね、ノジマステランの方は。新加入選手が2人入ってきましたけれども、このあたりのフィット具合というのは今ご覧になっているといかがですか？いや、もうやることがはっきりしていればそこを目指すサッカーで周りも動けるのかなと感じます。しかも、会見などを見ていましても、この日本にかなり馴染んでいる印象もありますよね。そうですね。SNS などを見ていても、2人は誕生日が近かったそうなんですけれども、誕生日の、ケーキでお祝いをされたりもしていました。さあ、ボールを持ったのが隅田です。右に開いていきます。奥側、中にクロスを入れていきますが、先に触ったのは久野でした。脇坂がボールを追いかけていきます。ラインを割ってスローインとなります。ご覧いただいているのが野島ステラを率います北野誠監督です。熊本や岐阜、さぬきなどでも指揮を取られた監督です。ポジションの概念を崩し、全員守備全員攻撃という話がありました。小林美晴から前に送っていきます。13番の野島さくら、ここでボール奪いました。池尻、浜田のシュート、ただここ相手に引っかかってクリアします。位置で前に送っていきます。かなりラインも上がってますね、マイナビ仙台。ね、この狙いいかがですか？いや、まずは高く保って前線との距離を保つことで、守備の部分も攻撃にもつながる部分にもなると思うので、そう高く設定してますね。コンパクトな守備です。ただそうなるとロペス選手の裏に走られた場合というのも対策しないといけないですね。そうですね。館がボールを持って一度少し後ろに下げます。長野グラウンダーのパス、館もう一度戻します。中には浜田も入っています。大きく書き出しました北方。フォーメーション見ていますと、マイナビの方はやはり3バックでしょうか？そういうふうにも見えますけど、2枚後ろに残って、国武選手と千世選手が2枚残っているように、チャンスですね。はい、大きく脇坂が吹き出しました。脇坂選手もボランチの選手ですけれども、どこにでもいるような、もういろんなところに顔を出してくれますよね。はい、セレッソ大阪、堺リリースの時は、かなりボールを奪って奪ってという、そういったプレーが特徴でした。国武から隅田へ、そして隅田、宮澤が持っています。ボールを呼び込んでいるのが万谷。もう今1枚で守っているみたいな感じになっています。そうですね。でも、やはりロペス選手はケアしなきゃいけないので、しっかりと国武選手と万谷選手がその間でスペースを埋めてますね。はい、この辺りの守備も徹底されているということですね。もうそこは、コミュニケーションを取って対策してきてると思います。はい、マイナビ仙台を率いるのが松田監督ですけれども、松田監督は小林さんも一緒に、チームを組んだことがありますもんね。はい、私は教えていただきました。はい、どんな監督でしたか？いや、もう私は松田監督にすごいサッカーを教えてもらいました。はい、攻守においてアグレッシブに主導権を握るというような話もありましたけれども、松田監督は当時からそういった教えだったんでしょうか？はい、縦関係だったり横関係だったり選手間の距離だったりっていうのをもうこまめにこうだこうだっていう練習が多かったですね。今の距離感見ていると、マイナビ仙台の方はいかがですか？選手間いい距離感で、あとは、グラウンドピッチを大きく使いながら攻めているなというふうに感じます。サイドにも、片方に寄っているというよりは両サイドから攻めているところも印象的です。
国武から左を使っていきます。館、館一度後ろに下げます。中央の一致性、右サイドでは奥川がボールを呼び込んでいます。出しどころを探している感じ。国武、ここでボール奪いました。宮沢ケアに行きます。一度後ろまで下げました。北方が今いい奪いを見せました。ボールを動かしてというような声も聞こえますね。聞こえましたね、はいはい、どんな狙いでしょうか。松田さんのサッカーってやっぱり相手ボールを動かすことで相手を動かしていくサッカーだと思うので、ボールを動かしながら相手を動かして空いてるスペースにボールを運んでということが狙いだと思います、はい。まあ、一方の野島ですけれども、まあ、この 4-4-2 のフォーメーションですかね。ちょっとロペス選手が一枚前に張ってるような、はい、に見えますね、ただそのロペス選手に入った時には必ず、野島選手が反応しているので、はい、その関係っていうのは見られると思います、ロペスを狙ったボール、そして今近づいてきましたね。まさに野島さくら選手です、はい。代表経験もあるサンディ・ロペス選手です。182センチ、言語と文化を勉強したいという、まあ、そういった、まあ、選手、新しい選手からのこう素晴らしいですよね、そういった考えって。はい、やはりそうやって外国から日本でプレーしたいっていう選手が増えてほしいですね、いいボールというところでしたけれども、少し大きくなってしまいました。最後マンヤでした。ご覧いただいているのが野島を率いる北野誠監督です。熊本や岐阜、讃岐でも指揮を取られました。ポジションの概念を崩して全員守備全員攻撃ということで、まあ、これを選手たちがどのように落とし込んできたかというところも気になりますね、はい。かなり組織的なところも昨日の開幕の会見では話されていました。ボールを持っているのがセンターバックの松原、そして小林美晴が前に蹴っていきます。マイナビ仙台の方はちょっとこうやってセットした守備になっているときに後ろが4枚のように見えるので、はい、相手に合わせて変えてきたりとかっていうのもあるのかなと感じます、はい。まあ、予想フォーメーションでは3バックでしたけれども、はい、今奥川選手が右サイドちょっと落ちてますね、はい。野島ステラの20番の松本選手がそのポジション、サイドのポジションを取っているので、そのケアをどうするかっていう部分で奥川選手を下げているのかなと思います、はい。やはり国武選手がそこに対応してしまいますと、ロペス選手と一致性選手のマンツーマンになってしまうので、それだったらやはり国武選手と一致性選手でロペス選手が見られるように奥川選手を下げたのかなというふうにも感じます、はい。まあ、両チームこの開幕戦ですから過去の資料が、ね、まあ、ほとんどない中ですから、まあ、その中でも試合中にかなり変更してきています。マイナビ仙台のスローインです。ここでも高いラインを保って隅田がボールを取ります。ここを奪いに行ったのが脇坂でした。国武自ら運んでいきます。この選手持ち上がることもできる選手です。館を狙ったボール、宮沢はかなりフリーなポジションを取っています。脇坂を前へ送っていきますが、ここは国武が取る、つないでいきます。マイナビ、いい展開ですね、はい。ピッチを広く使って奥側からのクロス、パンチングで弾きました。そして最後書き出したのが平田光でした。マイナビ仙台の方は何回かクロスする場面見えるんですけど、少し精度が低いというかゴールキーパーに行ってしまったりラインを割ってしまうということがあるので、ゴールキーパーを外したところを狙えると得点につながるかなと思います、はい。立ち上がり間もなく15分というところです。
強いですね。ここに、はいはい、野島ステラの関わっていきたいですね。さあロペス、そして後ろから上がっていきたいのが野島。ただ奪われてここからつないでいきます。マイナビ仙台、奥側が右サイドで走っています。この辺りのクロスですね、はい、中には浜田、このクロスですがちょっと届きませんでした。ただここフリーだ、シュート打っているか館。長野、中央を通していきます。狭い局面、国武この位置まで上がっている。グラウンダーのクロスというところでしたが、ここは相手に引っかかってしまいました。脇坂、スローインに変わります。野島ステラの守備が集中していいですね、はい、で今ロペス選手スペースロペス選手にスペースに出したんですけど、ロペス選手ちょっと走れないという風な判断をしたと思うんですけど、うん、まあ、今のを見てやはりスペースでもらうというよりかはロペス選手は足元でボールを受けたいタイプかなと思います。なるほど、まあ、開幕戦ですからこういう選手の特徴も、まあ、もしかするとお互いの選手たちも。さあここはちょっとミートしませんでした。相手の選手たちもここで初めて選手の特徴が分かるっていうところもきっとありますよね。そうですね、はい、マッチアップして相手の特徴が分かる、じゃあどうしていこうっていうのは、まあ、事前情報もありますけどやっぱりこうやって戦っていく中で駆け引きがあると思います、はい、松本はつないでいきます。昨シーズンなでしこリーグ一部で戦っているこのマイナビ仙台見ていますと縦に速いサッカーでしたが、今シーズンはつないでいる姿が印象的です。マンヤから中央の長野、ワンタッチでつないでいきました。大賀、一度後ろまで戻します。久野は大きく蹴り出していきました。ここは平田を狙っていきました。出した久野、今の判断どうでしたか、はい、久野選手素晴らしい判断でしたね、はい、久野選手は小林さん現役時代は相手チームにいましたよね。はい、多分伊賀、久野市にいて戦っていました。はい、アイナックや伊賀でもプレーした久野選手ですけれども、まあ、今シーズンは一番お姉さんの選手ということで、まあ、ゴールを守る選手に一番、ね、経験のある選手がいるというのも心強いですね、はい、心強いですね、はいはい、この選手はプレシーズンマッチでも3試合に出場しました。今見ていると野島ステラの方は4バックということですかね。はい、4バックだと思います。はい、でもそのマイナビ仙台の奥川選手が上がってきたときに、20番の野島ステラの松本選手がディフェンスラインに入って5枚5バックみたいな形になっているので、この駆け引き少し面白いですね、はい、松本選手と奥川選手の攻撃守備、はい、まさに今メインスタンド側にいるこの松本選手です、はい、プレシーズンマッチでも4試合出場していまして、この選手ルーキーの選手になります。早稲田大学から加入しました。ルーキーの選手ですけれども落ち着いた印象もありますね。はい、堂々とプレーしているように見えます、はい、松本のゴールキックです。マイナビ仙台の方は、ボランチの7番隅田選手が比較的後ろめでボールをさばいてというか顔を出して、でチャンスあれば11番の長野選手が前に仕掛けていくっていう風に縦関係がうまくできていたら攻撃にも厚みが出ていいと思います、はい、ロペスを狙ったボール、その隅田です。やはり少し前に長野がいます。館左サイドから
少し前に浜田がいましたが、ここは一度後ろに下げました。一瀬、長野、ここ松本でした。ただ宮沢が先に下がって、長野から宮沢。野島がね、こうやって高い位置でラインを作っているんですけど、はい、そこのラインに、同じラインにマイナビ仙台の選手たちがいるので、やはりそこ前のスペースがあって、用意どんで走るとなると野島ステラの方が対応できてしまうので、2列目からの飛び出しだったり、あとはサイドから入ってくるっていう斜めの動きだったりを、少し動きをつけていくと裏は取れるのかなと思います。はい、確かに今だと少しかぶってしまっているような感じになってますね、はい、平田ラインを割ってスローインです。あとは真ん中の裏を狙うというよりかは、コーナーフラッグ近くの裏を狙って、はい、ランニングだったりスルーパスだったりっていうところから攻めていけ、いくのも一つのアイデアかなと思います。野島もかなり今の状況を見ていますと、人数も揃って守ってますね。はい、しっかりと集中して守れています。はい、大賀選手の復帰というのは大きいですか？そうですね、やはりみんなが、チームのみんな嬉しいっていうコメントを出していたので、はい、その辺の信頼できる選手なんだなっていうのは伝わりました。はい、まあ、今シーズン新しい選手ももちろん入ってきまして、下山選手は日体大時代の、大賀選手と先輩後輩の関係になりますけれども、まあ、入団の決め手の一つとして、大賀選手ともう一度プレーしたかったと、そういった話もしていました。すごいですね、いいですね、はい、そういった選手がいるところで一緒にプレーできるっていうのは、やっぱりやる選手としてはモチベーションが高くなりますよね。どういう選手ですと、小林さんからするとこうもう一度やりたいなとか思わせる選手ですか？いや、やはり私の時代でいうと、澤さんがいると、あ、澤さんと一緒にやりたいとか、あとやっぱり信頼できる、頼れる人がいるっていうところで一緒にやりたいっていうのがあると思います。まあ、技術面、それからメンタル面っていうところもですかね。はい、そうですね、もちろん、あ、うまいな、すごいなっていうのと、あと強いな、はい、頼もしいなっていうのが、やはり一緒にやってて楽しいというか、一緒に戦いたいっていうふうに思う選手だと思います。はい、マイナビ仙台、宮沢のスローインです。国武が持ちました。そして一瀬、一瀬から隅田へつないでいきます。奥川、ここも広く使っていきますね。そうですね、マイナビの方のボランチの2枚が後ろの最終ラインに入って、国武選手だったりが前に関わるという、まあ、流動的というか、はい、どこのポジションに入ってもっていうのが見られますね。まあ、かなり練習も積んできたというところも伝わってきますね。はい、そうですね、そういうことをやっていかなければ、こういったことをチャレンジができないと思うので、はい、宮沢選手が話してくれていたんですけれども、練習の時に松田監督がミニゴールを作って、その端にコーンを置いて、まあ、そうすることによって正面からしか崩すことができなくなると、そういう制限をかけた練習もしていたそうです。もうまさに私が選手の時も松田監督の練習、そういうことで、いかにゴールを目指しながら空いてるスペースを狙うかみたいなのを、どうやってつないでいくかということを細かく練習していましたね。さあ、宮沢ここでボール持ちました。この選手が持つと非常に怖い。ただここ守備集中しています、野島。うん、いい対応ですね。はい、ロペス選手は今のところマイナビ仙台の選手たちは抑えられていますか？そうですね、対応できていると思います。はい、ただ今足元にボールを収めることできたので、その2タッチ目で味方にパスを出すことができれば攻撃につながると思うので。あ、さあ、シュート打ってきた。最後は池尻が打っていきました。惜しくもゴール上というところでしたが、ご覧いただきましょう。いかがですか？
今までの中で一番ゴールの可能性のあるシュートですよね、はい、ただ枠の中にっていうのが、まあ、一つありますけど。けじりまゆです。ここで飲水タイムとなります。まあ、前半も半分も過ぎましたけれども、まず野島ここまでいかがですか。野島はあの最初に比べて攻撃の時間が少なくなって守備に回る時間の方が長くなっているんですけど、ええ、集中して守れていると思いますし、うん、あとマイナビ仙台の方は、まあロペス選手をケアしながらどうやってボールを動かしながらゴールを目指していくっていうサッカーができていると思うので、この先も少しこういう展開になるのかなというふうに思います。はい、まあ、両チーム、まあ、狙いの方ははっきりする中で、これどちらが先に動いてくるかというところですね。そうですね、まあ、あとは得点がどう入るかですかね。飲水タイムが終わり、それぞれポジションに戻っていきます。マイナビ仙台レディース対野島ステラ神奈川相模原の一戦、ここまで無得点です。池尻が両チームのファーストシュートとなりました。久野もゴールキックで再開しています。マイナビ仙台の今セットポジションを見ると2トップ浜田選手と宮澤選手が2トップみたいな形で、はい、池尻選手が右サイドに入ってますね。 4-4-2 のシステムに見えます。変更してきたということですね。どんな狙いを感じますか。やはりそのロペス選手に対する1枚3枚のうちの1枚ではなく2枚で1枚まず見ること、はい、っていうのはあると思います。注目選手の宮澤が持って一致で左に開いていきます。万谷に渡して館が近いところでボールを受けに行きました。隅田ここは抜けた。自ら打っていくか。中央からここ対応に行きました。小林選手いい対応ですね、はい、小林選手も左サイドバックですけれども、本当にいろんなところに顔を出しますね。そうですね、運動量も非常に高い選手なので、はい、プレシーズンマッチでも、まあ、かなり走ってそしてゴールをしっかり狙いに行くという場面もありました。全試合フル出場ですかね、はい、小林選手は、プレシーズンマッチで一緒にプレーもされていましたよね。あ、そうです、本当に運動量が高くて。ここは対応していきました。なので守備だけではなく思いっきり前にも関わってほしいと思います。はい、北方大きく出していきましたが、ここはスローインに変わります。長野のスローインです。隅田ボールを呼び込んでいるのが奥側ですが、一度近いところに出しました。野島は前2枚残してますね。そうですね、はい、野島とロペスが入っています。その野島に入りました。さあ、そしてロペスに渡そうというところですが、ここ3人で囲みに行ってケアをしていきます。ここ抜けたら面白いんですが、一度松本まで戻します。2人にした狙いっていうのはいいところ出てますか。あの今みたいにやはりターゲット後ろでボールを奪った時に前を見ればすぐに出せる場所に2枚いるっていうのは大きいと思うので、はい、後ろでつないで、野島ステラの方ですけど、後ろに奪った後つないでっていうよりかはもう前に運ぶっていうのがはっきりしてるかなと思います。はい、両チームプレシーズンと比較するとこのプレーはいかがですかね。どうなんですかね。ただ、野島ステラの方は怪我人が出たりとかもあったので、まあ、チーム的にどう仕上げてくるかなというふうに思ったんですけど、今のところしっかりとコミュニケーションを取れているので、はい、
いいと思います、はい。まあ、かなりその全員守備全員攻撃というところも、まあ、チームが同じ方向を向いている感じはしますよね。はい、しますね、はい。やるべきことをやっているしっかりとっていう感じです、はい。ここはマイナビつないでいきます。一瀬から大きく出して奥側、さあここは池尻、ただ脇坂がしっかりチェイシングしていきました。後ろに下げて国武から一瀬、中央隅田、宮沢、館が走っています。宮沢ただ対応していきます。大きく書き出しました松本、やはり人数は揃えつつも、ただ野島さくらとサンデーロペスはやはり2枚は残っていましたね。先ほども、はい、そうですね。前半30分を過ぎました。飲水タイム後はいかがですか。まあ、流れ的には変わらずですけど、はい、野島さくらの方はやはりロペス選手と野島選手を前に残しているというふうに、またターゲットが2枚になったことで、やるべきこと、やることが明確かなと感じます、はい。ただその2枚についたときに後ろとの距離が長いので、そこをどうするかっていうのはちょっと見たいですね、はい。まあ、ここで守備がしっかりとできている中で、まあ、どのようにゴールを狙っていくかという野島です。右サイド工藤でした。この工藤真子選手も一緒にプレーされたことあるんですよね。あ、はい、あのメニーなんかにいたので、一緒にやったりしてましたね、はい。さあここはチャンスになるか、シュートを打ってきました、うん。ただゴール右です。浜田遥でした。まあ、崩して崩してゴールを狙うというよりかは、はい、こうやって意表をついたプレーじゃないですけど、ダイレクトでのシュートはいいと思います。であとは遠目からのシュートもどんどん狙っていったらいいのかなと感じますね、はい。さあここでコーナーキックになります。マイナビ仙台のコーナーキックです。近いところには宮沢、中央、流れたボール対応していくのが小林。いい対応ですね、はい。野島ステラの方はプレシーズンマッチでセットプレーからのコーナーキックからの失点を何個かしていたので、その辺の集中だったりとか課題っていうのは取り組んできたのかなと思います、はい。小林美晴と館のマッチアップとなりました。ちょっと頭のあたりですね、足が入ってしまいましたね、はい。久野のゴールキックです。ロペスを狙って頭ですらしたところに野島が待っていましたが、ここを交錯となりました。まあ、これも一つの狙いじゃないですか、はい。そこでファールをもらってよりゴールに近くなるセットプレー、いい狙いですね、はい。まあ、ここはなのでマイナビ仙台の方は集中して、はい、守らなければいけませんね、はい。相手陣内からのフリーキックとなります。のは松原有沙です。左に流れてしまいました。マイナビ仙台のゴールキックになります。
松原梨沙選手もボランチで出場することがプレシーズンマッチは多かったんですけれども、今日センターバックでの出場となりますが、いかがですか？そうですね、後ろで、大賀選手としっかりコミュニケーションを取りながらいいと思いますし、はい、で今みたいにロングキックを見てほしいというストロングポイントで言っていたので、これがつながるといいですね。はい、一方マイナビの方はこの右サイドからの攻撃も増えてきましたね。はい、ただそこからの精度ですね。今奥側がボールを持っています。隅田、宮沢、その隅田ボールを持って万屋が今度は左手を使います。館、さあ今度は野島ステラボールとなっています。平田から前に送ってロペス、ここは2人で囲っていきました。やはり強いですね。一瀬選手が後ろからプレッシャーをかけてもやはり取ることできないので、そこをどう挟んでプレスバックして取るのかっていうところになりますね。はい、でこうやってまたファールをもらうことができて、まあ、一つ野島ステラの意図的な攻撃かなと感じます。はいはい、まあ、こうしてプレーが切れるというのは選手としてはどうなんですかね。いやいや、集中し直さなければいけないというか、やはり流れよりかはこういったところの方が怖いですね。松原のキックです。近いところに出していきました。脇坂、さあここ奪った、ここで引っかかってしまいましたが、まだボール残っています。舞波仙台チャンスですね。はい、やりから浜田出せという指示、ここから打てるか、少し戻してヘッド奥から、さあ宮沢がボールを持ちます。ちょっと中で痛んでる感じですけれども、まだプレーは止まりません。味方同士の接触でしたかね。担架も用意されて、ここで一度プレー止まります。隅田選手ですかね。そうですね、足首のあたり押さえてますね。あ、丸は出てますけど、丸は出てますけれども、ちょっと心配ですね。ここ、そうですね、館選手と隅田選手ですね。まあ、なんとか大丈夫そうな感じですかね。丸も出てましたし。そうですね、はい、大丈夫そうですかね。隅田選手とも一緒に、まあ、ベレーザ時代にもプレーされてましたもんね。はい、隅田選手やはり足元の技術上手ですし、はい、あとは予測したプレーだったり、あ、攻撃から守備に切り替わった時の相手チームの攻撃の目をつむ動きだったりとかっていうのは素晴らしい能力を持っているので、はい、そのあたりにも注目していただきましょう。はい、浜田を狙ったボールでしたけれども、ここはカットしていきます。松本、ここは少し長くなってしまいました。つないでいくマイナビ仙台、国武からどこに出そうかというところですが、スペースに出していって追いかけていくのが浜田です。うん、いいと思います。はい、なんかちょっと人数がというところでしたが、これはコーナーキックですね。になりましたね。はい、長野が蹴りに行きます。やはりゴールに近いところには宮沢ひなた、長野のキック低い弾道です。頭で最初に触ったのが松原でした。マイヤのクロス、最後
ここは右でした。最後合わせていったのが宮澤ひなた、失礼、浜田遥でした。ここでマイヤですね。はい、いいボールです。いや、宮澤ですね。はい、はい、もうフリーでマイヤ選手からいいボールが入ったので、あとは決めるだけでしたね。はい、まだこういった攻撃をすることも大事ですよね。はい、そうです、もちろん。池尻、最初の方はやはりクロスがキーパーに向かっていくボールだったりとかしたんですけど、少し修正して、はい、合ってきましたね。はい、工藤、ここでもう一度マイナビ仙台のボールとなります。隅田、一度後ろに下げてクロスを入れていく。ただと対応したのが大賀でした。隅田選手も結構前に行くこと多くなりましたね。はい、で長野選手も前に行くことも多いんですけど、そこを池尻選手が今カバーしてますね。はい、最後今館のところでしたけれども、大賀もしっかりついていましたね。はい、しっかりと対応できてますね。まあ、この野島は大賀選手と松原選手がいるのは頼もしいですね。そうですね、チームメイトからもこの2人が揃うのは非常に頼もしい、嬉しいというふうに見ていたので、はい、長野のキックです。ちょっと変化をつけてきました。隅田、この辺りも技術を見せていきますが、ここは奪っていきます。ここは味方が誰もいませんでした。奥側が取ります。縦左サイドから狙っていきます。もう一度コーナーキックとなります。今大賀選手よく足出しましたけど、はい、いいボールでしたね。今日は来場者にはスティックバルーンが配られています。は中央に入れていきました。少し流れてしまいましたが、まだあります。ボール残しました。池尻から奥側へ、奥側クロスを入れていく。この優しいクロスから対応していったのが大賀。池尻一人かわしてというところです。宮沢に出していきましたが、もう一度宮沢、中には浜田、館も入ってきています。脇坂がつく、中央のクロス、大がしっかりついていました。工藤が駆け出していきます。野島ステラの、ね、大賀選手と松原選手、お互い168センチと169センチという高さあるので、はい、簡単にはそうやってクロスからっていうのは難しいですね。ということはグラウンダーで攻めていった方がいいんですかね。まあ、それもそうですし、あとは速いボールで点で合わす、はい、不安っていうのだとちょっと合わされてしまいます ね、はい、そうですね、対応できてしまうので、はい、前半も残りわずかとなっています。久野が蹴りに行きます。時間をかけます。かなり人数を上げてから、久野のキックはロペスを狙っていました。ただこのセカンド取ったのがマイナビ。長野から池尻走っている。そして中央には宮沢入っています。その宮沢にボールが渡る。池尻、ふわっとしたこのボール中に合わせようというところでしたが、やはりこの柔らかいボールですと対応してしまいますね。まあ、そうですね。ただ流れの中でのああいうアイデアのあるふわっとしたボールだったら得点につながるチャンスあると思います。はい、前田も人数をかけていました。長野から左へ万谷、もう一度長野、
池尻を経由します。そして宮沢、国武、もう一度宮沢です。長野をスペースに出していって万屋、平田に当たってスローインです。野島ステラの方はしっかりと中を固めているので、なかなかマイナビ仙台の方はそのスペースにパス出すこと難しいと。はい、中入ってきました。池尻、ちょっと交錯がありました。松本選手と池尻選手ですね、頭同士ですかね。単価も2つ入ってきました。あ、頭同士ですね。松本選手は立ち上がりましたね。そしてこちらが池尻選手です。コーチからは丸が出ていました。アディショナルタイム3分の表示です。前半のアディショナルタイムは3分です。松本選手もこうしてまあ走ってはいますけれども、どうですかね。まあ、ちょっと頭ですのでね、心配な部分はありますが、まあ、両選手とも大丈夫そうですかね。はい、まあ、コミュニケーションも取っていますね。はい、やはり久野上げますね。そしてピッチに2人とも戻ってきました。温かい拍手がサポーターの方から送られています。はい、ロペスを狙ってセカンド池尻、早速池尻選手素晴らしいですね。はい、ここをカットしていきます。野島のところでしたが、マイヤーが持ちます。マイナビ仙台左に開いていきます。マイヤー、その動きを追い越していく、かなり大きい展開です。長野、長野から自ら持ち上がって、ここクロスを入れていきます。久野、よく飛び出しました。遠めのシュート、マイヤー、ゴール左です。今の一連の攻撃いかがでしたか。いいですね。マイナビ仙台の方はサイドの深い位置を取れてるんですよね。でそこからの攻撃がどうなるかっていう感じなんですが、このクロスに対してもいいクロスなんですけど、久野選手の対応が良かったですね。はい、であとは思い切りのいいシュート、矢掛選手でしたっけ、万谷選手、ですね。はい、そうやって遠目から打つのもやっぱり続けてほしいなと思います。はい、まあ、最終ラインの選手ですけれども、まあ、今シーズンかなりプレシーズンからもこのゴールに関わる場面が増えてきていました。国武が持ちます。右サイド奥側、つないでいこうというところですが、少しずれてしまいました。ゴールキックに変わります。前半の45分が終了しました。マイナビ仙台レディース対野島ステラ神奈川相模原の一戦。さて小林さん、いかがですか。はい、野島ステラの方は集中して守れていたかなというふうに感じます。であとはマイナビ仙台の方はシュートチャンスがあるので、あとは、決めきるというか枠の中にシュート打ってほしいですね。まあ、後半どのようなカードを両チーム両監督切ってくるかというところも注目です。 2021-22 ヨギボーウィーリーグ第1節、マイナビ仙台レディース対野島ステラ神奈川相模原の一戦は前半を終えて両チーム無得点です。
国際宇宙探査に向けた機運がますます高まっている中、13年ぶりに新しい世代の宇宙飛行士募集が始まります。地球低軌道から月探査へと向けて、JAXA の有人宇宙活動が広がっていきます。初めて月面を踏み込む日はあなたかもしれません。新宇宙飛行士募集開始。日本の宇宙開発は新たなステージへ。マイナス世代リリース2021-22シーズン、オフィシャルパートナーをご紹介します。ユニコーンパートナーはマイナビ。
この他に群馬県で開催された SNS カタル日本プラグリス女子サッカー大会アナハジオで我々がマイナスセンターズルースからプラグ史上初となる全国大会準優勝という素晴らしい結果を届けました。決勝戦から少しも受けてくれられましたが下の国に勝利を出すことで多くの方々に優勝と感動を与えました。それでは選手の代表で背番号10番ミッドフィルダー船中から船中キャプテンから皆様へお挨拶申し上げます。こんにちは、マイナラセンターレディースルースキャプテンの船中カメラです。先月行われたプラユース全国大会で準優勝という結果を残すことができました。このような結果を残すことができたのは応援してくださった方々、大会の開催にあたって携わってくださった方々のおかげです。ありがとうございました。マイナビ仙台レディース対野島ステラ神奈川相模原の一戦をお送りしています。現在ハーフタイムとなっています。それでは前半をハイライトで振り返っていきましょう。いよいよ日本初の女子プロサッカーリーグの開幕です。まずは前半24分でした。池尻のファーストシュートとなります。小林さん、このあたりいかがでしたか。はい、まあ、野島ステラの方は対応できていたんですけど少しアンラッキーというか、そこを、まあ、ゴールに狙ったんですけど枠にやはり飛ばしてほしいですね。はい、そしてここで宮澤が受けてキャプテンの浜田遥でした。まあ、いろいろな選手が打ったというところも良かったですよね。はい、そうですね。そしてこの後はコーナーキックからです。まずは隅田が持って万屋のクロス、そこで宮澤でした。万屋選手のこの左足精度ですね。はい、宮澤選手これ決めてほしかったですね。まあ、あとわずかというところでした。はい、そしてアディショナルタイムです。まあ、これもいい形でしたよね。はい、久野の判断も非常に良かったですね。はい、そうですね。で、最後、はい、はい、万屋選手のシュートですかね。この遠めの位置っていうのですよね。はい、やはり野島ステラはペナルティーエリアの中だったりとかを固めているので、遠めから打ってもいいと思います。はい、ということで前半のハイライトをご覧いただきました。ご覧いただいているようにマイナビがシュートが5本、野島が0本となっています。コーナーキック、フリーキック、それぞれこのようなスタッツとなっていますが、気になるところありますか。野島ステラの方がシュートまで行けていないので、はい、まあ、後半そこを持っていきたいなというのはありますね。後半どんなことが必要ですかね。まあ、今、まあ、前半で言えばロペス選手だったり野島選手の前に当てて、まあ、そこから攻撃につなげたりとか、あとはファールをもらってそこからフリーキックでゴールに近くなるっていう攻撃になってると思うんですけど、まあ、そこのフリーキックだったりで得点シュートまで持っていきたいですね。はい、まあ、一方のマイナビ仙台の方はちょっとゴールの匂いがしてきましたね。はい、そうですね。あとは決めるだけという形できていると思うので、はい、まあ、引き続きボールを動かしながらゴールを狙っていくというのを変わらずにやっていけばいいと思います。はい、そしてマイナビ仙台の方ですけれども、ハーフタイムで選手の交代が行われます。
高平美優が入ります。奥川千佐に代わって高平美優が入ります。このあたりの狙いどのように感じますか。まあ、ちょっとやってみない、見てみないとわからないです、ね。はい、まあ、この選手前もできますし、まあ、プレシーズンではスリーセンターにも入っていましたし、本当にさまざまなポジションができる選手です。左利きの選手です。まあ、奥川選手との交代ですから、このサインを入れ替えるということも考えられますかね。あ、そうかもしれないですね。はい、野島ステラの方は選手交代はありません。両チーム円陣を組んで後半に向かいます。まあ、前半も45分立ったところで、まあ、ちょっと緊張してきた表情というところからちょっと和らいできましたかね。はい、できているっていう実感があると思うので、はい、少し最初の入りよりかは野島ステラの方の顔がいい緊張感に変わってますね。はい、2021-22 ヨギボーウィーリーグ第1節をお送りしています。今後半の45分が始まりました。隅田後ろに下げていきます。見ていますと3センターの左に入っているようですね、高平選手。前髪仙台のスローインです。代わった高平にボールが入りました。マイヤが持って池尻から長野、後ろに下げていきます。高平から隅田、満屋、細かくつないでいきます。ここセカンドを奪ったのが野島です。さあ、小林さん、後半どんなところ注目していきたいですか。やはりマイナビ仙台の方の得点にも期待したいです。で、あとは野島ステラの守備からの攻撃、どう攻撃につなげていくかっていうのを注目してみたいなと思います。はい、かなり高いラインを保っています。マンヤ中央に入れてきました。長野、長野中に入れていこうとしましたが、ここ書き出しました。そしてロペスが取って、ここから攻撃をつなげていきたいところ。ここはシュートを、まあ、狙っていったような感じでしたけれども、ちょっとミートしませんでした。でもいいですね、松本選手、思い切りが良くて、はい、しっかり狙っていきました。市瀬から高平へ、少し合わなかったですけど、長野選手がこうやって裏のスペースに走っていくっていうプレーはいいと思います、はい、続けてやってほしいですね。このマイナビ仙台のこうプレースタイルからすると、ボランチの選手もかなり前に出てきてますね。はい、攻撃参加してますね。はい、人数をかけて攻撃をするマイナビ仙台です。ロペスが競ったところ、野島さくらに入ればというところでしたが、ここはマイナビ仙台高平、ラインは割っていません。奪った脇坂、脇坂のところですが、ここのセカンドは高平です。隅田、ここはカットしました。野島早く始めます。時間をかけていきます。松原が蹴りに行きます。松原のキック、ロペスを狙ったところでした。高平が持って追いかけていくのが小林。
スローインです。変わった高平選手ですけれども、今は前髪の方、後ろの方は3枚ですかね。少しそうですね、3枚のように見えますね、入りは、はい、ただまたここから変わってくる可能性もあるということですよね、はい、さあここでイエローカードとなります。ここからのキックです。つけてきました。つないでいきます。一手から宮沢のところ飛ばして、池尻から高平、高平高い位置を取って、万屋も高い位置を取っています。池尻、宮沢、宮沢から高平のクロス、ただキーパーが直接キャッチしています。野島、さあ野島、ここで持ってロペスに出していきます。脇坂とちょっとかぶってしまいました。平田、左を使っていきますが、マイナビ仙台のボールになります。ビッチセ、マンヤ、浜田のところですが、平田がロペスを狙ったところですが、ここは頭でケアをしていきました。野島、ちょっとミートせずに隅田が取る形になりました。ロペス選手を狙って、そこからやはりセカンドボールをあやて野島が拾えると、まあ、攻撃の時間が多くなるのかなというふうに思います、はい。まあ、今もロペス選手のみが高い位置を取っているという形になっています。で、ハーフタイムのコメントもご紹介したいと思います。まずはマイナビ仙台レディースの松田監督からです。攻守の切り替えを素早く、裏への抜け出しにパワーを持って動き出そう。ここはクロスが入ってきました。頭で合わせたところでしたが流れてしまいました。最後しっかりついていました、松原でした。そしてシュートを積極的に狙おうと、そういった指示が出ました。松田監督の指示はいかがですか？そうですね、やはり裏のスペースを積極的にというのと、あとシュートっていうのは、まあ、見てて思ってたことなので、はい。まあ、そこをどう選手たちが表現するかですね、はい。そして北野監督からは、集中を切らさず戦おう、カウンターを狙っていこうと、そういった指示が出されました。まさに集中して守備ができていたので、はい、そこからどう、今だったらやっぱロペス選手にボールを預けて、どうカウンターでゴールに近づくかというのが狙いですかね、はい。野島さくらが受けて、ここは長野が取りました。長野から高い位置を取っていた万屋に入ります。その万屋、スペースに出して池尻のところでしたが、大賀がしっかりと集中した守備、やはり後半に入っても見せてますね、はい、集中した守備ですね、はい。あと今池尻選手が裏へ抜けた、ランニングしたように、多くそういう機会を増やしてほしいですね、はい。長野のコーナーキックです。ショートコーナーできました。宮沢から大賀が書き出そうとします。このセカンドをどちらが取るかというところですが、マイナビ仙台が取る。宮沢、宮沢クロスを入れていく、対応していくのが野島、館が持ってやり直します。で、野島ステラの方はクリアした後でもしっかりと後ろのラインが声を掛け合って、マークの位置だったりとかを確認しているので、はい。宮沢、ここから持った、ドリブルで自ら運ぶ、
ちょっと出しどころがなく、ここは1人飛ばしてというところでしたが流れてしまいます。ただまだあります。長野からボール呼び込んでいるのがマンヤ。後ろから入ってきた高平のシュート、あとわずかでしたね。そうですね、はい、これ狙いましたかね。スリーセンターのこの選手がこの位置から来てきました。左足のシュートです。惜しいですね、まあ、枠外からこうやってバーマクロスバーまで来たので、はい、あとは枠の中に決めるだけですね、うん。まあ、ただこの遠めの位置や後ろのポジションの選手からのシュートっていうのは勢いにもなりそうですね。なりますね。先ほどやはり宮澤選手が持った時に打てるかなっていうシーンがあったんですけど、まあ、対応されて打つタイミング失ってしまったんですけど、ああいうふうに打つアクションを起こすだけでも相手が出てくるので、はい、このチャンスですね。中走っている、まだあります。ここから打ってきた、ただサイドネットです。ついたシュートですね、はい、最後は濱田遥でした。この時間チャンスが増えてきましたね、はい、一度大賀に当たったところ、これちょっと後ろも見たんですけれども打っていきましたね。まあ駆け引きですね、はい、そこはキーパーの油断がその目線だけで中をちょっと意識するので、はい、この辺りの駆け引きというのもザ・ストライカーという感じですね。なので最初持った時にはやはり中を選択するより思いっきりシュートも選択してほしいですね、はい。体を入れて奪いに行きました。脇坂サイドで手を上げています。工藤、さて交代の準備をしているのが野島ステラです。ただまだボールは切れていません。新井選手ですかね、中近いところに入ってきました。マンヤのクロス、いやしっかりキャッチしましたね。素晴らしいですね、はい、これパンチングに逃れるのではなくしっかりとキャッチしていった久野です。24番西郡選手も準備してますね、はい、西郡選手そしてシンディ選手が今準備をしています。長野から大きい展開を使っていきました館。浜田が中で手を挙げている。ただここ対応していきました野島ステラ。小林選手ですね、はい、対応ですね。この選手本当に運動量もありますしその対応も落ち着いていますね、はい、あと危ないというところの感覚があると思うので、さっきからサイドにいてもやはり真ん中の危ないっていうところにいるっていう、ここは素晴らしいですよね、はい、素晴らしい能力と思います。チームに加入して7年目という経験も積んできた選手です。コーナーキック蹴りに行くのは隅田です。ゴールに近いところには宮澤と濱田が入っています。隅田、ここはよく対応しました。まだある、ここから打ってきました、バーに当たる、押し込めるか。今のは決定機でしたね。決定機ですね、はい、ここで選手交代です。西郡真宏選手そしてケニシンディ選手が入ります。ただここ一度待つでしょうか。変えますね。ここでケイニ・シンディ選手が入ります。野島さくら選手に変えました。そして西郡真宏選手です。ここは一度待つでしょうか。変わりますね、はい、平田光選手に代わって西郡真宏選手が入ります。
前髪仙台のスローインです。隅田ケニシンディが早速対応に行きます。この選手技術がある選手です。マンヤ、ただ奪った脇坂、この辺りはさすがです。自ら運んでいきます。中にはロペス、ただ少しずれてしまいました。ラストパスの精度ですね、はい、そこまで持ち運ぶことができたら最後はつなげるところまでつなげてほしいです、はい、先ほど入ったシンディ選手は前の位置に入っていますね、はい、野島選手のポジションに入ってますね、はい、そのまま変わりました、はい、そしてサイドハーフに入っているのが、右が西郡真宏選手ですね。平田選手に代わって、はい、この選手下部組織のデューウェイ出身、まあ、デューウェイの所属の選手でもあります。17歳、はい、まだまだフレッシュな選手です ね。プレシーズンでも長野戦ではいいパスを出していました。非常に落ち着きもあります。ボールを持つのが一致性、高平から広く使っていきます。ワンタッチ、ただここ大賀が対応していきます。新次選手は前に残っているので大丈夫だと思うんですけど、はい、野島ステラの方集中して守備できているので、はい、西郡選手にどういった守備の場所だったりとか相手だったりとかっていう部分を少しコミュニケーションを取ってほしいですね。はい、まあ、変わった選手のところの守備の確認というのも重要になります。マンヤのクロスというところでしたが最後しっかりとついていました。かなりマイナビの攻撃の時間帯も増えてますね。はい、この野島ステラ2人選手交代一気に変えてきましたが狙いのあたりはどうですかね。まあ、少し得点を取りたいっていう人もあるのかなというふうに感じます、はい、で変わったシンジー選手が左利きで技術が高い選手だというふうに言われているので、はい、ここがどう周りと絡んでいくか、であとは西堀選手がどう攻撃参加していくかというのを注目してみたいですね、はいはい、そのシンディが持ちました。まさにここから打ってきました。面白いですね、はい、変わったばかりで早速打ってきました。隅田から右に開いていきます。館が前でボールを呼び込んでいます。浜田に通りました。ここオフサイドはありません。ちょっと頭抱えましたね。決めたいですね、決めてほしいですね、後ろからパスを出したりしてる選手たちからしたら、方からしたら、まあ、でも浜田選手こうやって先から飛び出してチャンスを作っているので、はい、続けていってほしいです、はい、マンヤから高平、高平は長野を選択しました。もう一度高平へ、マンヤ、西郡がマッチアップしていきます。1人かわそうというところでしたが囲まれました。一度後ろに出して引っ張っていきます。高平、マンヤ、もう一度高平、変わった野島ステラですけれども守備の方はいかがですか。集中してできていると思いますけど、はい、それ浜田選手が裏に抜けたように少し裏への対応ができていないことが多くなってきているので、はい、そこはコミュニケーションを取りながら修正してほしいなと思います。長野から中通していきます。宮沢のところですが少しずれてしまいました。ここをキープして右サイドに開いていきます。館から大賀の対応です。
ふわっと浮かせたボール、浜田胸トラップというところでしたが、ここは先に旗が上がっていました。オフサイドです。久野のキックになります。ロペスが競ったところ、このセカンドですね。そうですね。マイナミ仙台のスローインです。指揮を取る北野監督、高平、中を使っていきます。今のこのボランチの関係はいかがですか、マイナビ仙台。あ、いいと思います。で、今みたいに2人でのそのパス交換の中で相手の逆を取ってつなげるっていうのはいいですし、あと攻撃になった時に隅田選手と長野選手前線まで上がっていって攻撃に関わっているので、あとはシュートチャンスが来ればという感じですね。で、その2枚が上がった時にしっかりと宮澤選手がその位置まで戻ってバランス取っているので、うん、そういったところもいいと思います。はい。ここは流れてしまいました。まあ、宮澤選手に関しては監督からの指示として、まあ、フラフラして相手の嫌な位置に立っているようにするという、まあ、そういった指示も受けているそうです。うん、まあ、結構見ていて自由にというか、はい、後ろに下がってボールを受けるときとか、あとは流れてボールを受けるときとかっていうふうに、まあ、自分の好きなようにじゃないですけど、前に浜田選手がしっかりといるので、その周りを自分のタイミングで動いているように見えます。はい、相手からするとそういう動きの方が嫌なんですね。嫌ですね。はい。で、自分がマークついていったと思ったら一個前の位置に行ってマークが取れなくなった。ディフェンス側からしたらやはりコミュニケーションを取らなければっていうその隙が生まれてしまうので、はい、そこをしっかりとノジマステラはコミュニケーションを取って声を掛け合って対応していきたいですね。はい、現在両チーム無得点とスコアは動いていません。さあ、ここで奪いましたマイナビ仙台。ただここ対応に行きます小林美晴。流れたところは一致線が持ちます。高平、万屋、中で手を挙げているのは浜田。一度後ろに戻します。長野、長野から隅田、右に開いて入ってきました。ちょっと大きくなってしまいました。クロスの質ですね。はい、ここで飲水タイムとなります。そして選手交代もこの後行われるようです。マイナビ仙台ですけれども、白木選手ですかね。はい、そうですね、白木選手がこの後入ります。隅田のコーナーキックご覧いただいています。ここからの攻撃いかがでしたか。あ、この選手触ってるんですね。はい、あ、触ってましたね。はい、バーではなく反応していました。こぼれ球、浜田選手も決めたかったですね。けどバウンドがちょっとうまく合わずに、はい、決めることできなかったですね。久野選手の今日のセービングいかがですか。あ、いいと思います。あとは判断ですね。前に出る判断も素晴らしいと思います。はい、
ここで選手交代です。マイナビ仙台白木あかり選手が入ります。アウトするのは館美優選手です。館選手今日いかがでしたか。館選手攻撃に関わっていて、はい、良かったと思います。はい、まだフレッシュな選手ですので、はい、将来も楽しみですね。これから楽しみですね。はい、今シーズンセレッソ大阪栄レディースから移籍してきました館美優でした。飲水タイムが終わり久野のゴールキックから始まります。ロペスを狙ったボールシンディが取ります。しかしここのセカンドを長野が取って高平、長野から左に開いていきます。マンヤ、大賀が対応しますがこのセカンド、ここもマイナビ仙台が取ります。ただファールとなりました。仙台ボールです。つないでいきます。一手から右に開く宮沢、宮沢へちょっとずれてしまいました。ここから脇坂、自ら持ち上がっていきます。スローインに変わります。マイナビ仙台の方も白木選手が入ってからのポジションを見てたんですけど、もう、前の4枚浜田選手、白木選手、宮沢選手、池尻選手がもう流動的に動きすぎて、はい、どこのポジションかっていうのは分からないですけど、それぐらい多分変わって流動的にみんな流れているので、マークはこれはちょっとつきづらいですよね。まあ、ここまで野島ステラの守備も非常に集中していましたけれども、まあ、そのあたりを崩すような形で選手交代のカードを切っていきました。ただセットポジションを見ると白木選手、宮澤選手の前に右が浜田選手ですね、はい、で左が池尻選手で、ここから浜田選手が中に入ってきたり、攻撃参加しますね、はい、松本からつないでいきます。隅田、右に開く、さあ前には宮沢走っています。その宮沢奪った、宮沢から中、白木走っていますがここは松原の対応でした。コーナーキックです。狙いはいいですね、やはりゴールキーパーとディフェンスラインの間に狙う、はい、ただそこに松原選手が素早く戻って反応できているので、対応できているので、もう少し前、宮沢選手早いのでもう少し前のスペースに出してもいいのかなと思います、はい、マイナビ仙台のコーナーキックです。近いところには宮沢、白木のところを狙っていきました。シンディがかき出してセカンド高平、中に入れていきます。本線のところ、ただ先に笛が鳴っています。オフサイドです。まあ、今見ていましても、まあ、セットポジションとしては白木と宮沢が前にいます、はい、で後ろは4枚ですね、はい、万谷、高平、一瀬、国武です。ただ比較的左の万谷選手が前に関わることが多いかなと、はい、ここは先に行くのが出ました。今日再三いい判断ですか、はい、この選手前出てまして、あとは大賀選手がしっかりと体入れていたのでいい対応できてますね、はい、一瀬、高平です。そして高い位置を取っている万谷、ちょっとずれてしまいました。
スローインは工藤。再び工藤のスローインです。年代別の代表にも招集された経験があります。慶応義塾大学ではキャプテンも務めていました工藤。高平、万谷が持つ。万谷から中通していきます。ここはよくカバーしました。合わなかったですね今、高平は戻します。野島ステラは少し守備の時間が続いていますけれども、この後どういったプレーしていけばいいですかね。まあ、集中 してっていうのは変わらずに、はい、続けていくことと、はい、あとは前に、まあ、ロペス選手へのターゲットで、その下に新しいフレッシュなシンディ選手だったり西郷選手がいるので、そこをうまく使っていきたいですね、はい、そして野島ステラの方ですが、またカードを切ってきそうです。伊藤ジュリ選手準備していますね。ここで選手交代です。伊藤ジュリ選手と佐々木美和選手が入ります。こちらが佐々木美和選手ですね。この選手もともとマイナビ仙台でプレーしていました。変わるのは松本真中選手です。そして伊藤ジュリ選手も入ります。工藤真子選手に代わってですね、はい、右サイドバックの工藤真子選手に代わります。工藤選手と松本選手のプレーそれぞれいかがでしたか。松本選手は積極的に前にも行きましたし、行ったプレーも良かったですし、はい、あとは工藤選手はしっかりと後ろで集中してディフェンスできていたので、まあ、この変わった選手たちがやはり集中して続けられるかという部分、はい、重要になってくると思うので、しっかりと声をかけ合って、はい、ゲームに入るっていうのは途中から出てきてやっぱり大変なことだと思うので、はい、周りとコミュニケーション取りながら続けて佐々木選手、伊藤選手やってほしいですね、はい、佐々木選手はそのままの位置に入っていますね。左サイドハーフの位置ですね。伊藤ジュリ選手も工藤選手と変わったそのままの位置にいるようです。さあ、その伊藤ジュリの対応です。この選手は大正学園出身の選手。長野のクロス、ここ対応していきます。小林美晴ヘッドで落としたところ、奪ったのが高平ですが、ここも流れていきます。佐々木、ここは交錯となります。ちょっと倒れてしまいましたけれども、お互い球際は行きますね、はいはい、そうですね。佐々木選手入って初速が早かったので、はい、気持ちが伝わりますね、この選手は2年前にはこのマイナビ戦で決勝点も挙げています。マイヤのクロス入れていきますが、ここは対応した。そしてボールを受けたのが脇坂、サポートに行くのがシンディです。ただラインを割ります。高い局面、狭いところをつないでいきます。長野、隅田を狙っていました。ワンタッチ、万谷、なんか手を挙げているのが浜田。万谷、万谷のクロス、ちょっと大きくなってしまいました。流れていきます。スローインです。
してマイナビ仙台の方は船木里奈選手と佐藤楓選手が準備をしています。ちょっと脇坂選手が辛そうですね。そうですね、はい。まあ、かなりの運動量ですからね彼女も。短歌が出てきました。そしてこの野島ステラの方のベンチの方もちょっと慌ただしくなっています。石田千尋選手ですね、はい、石田選手が準備してますね、はい。そして先に一度単価で出して、その後マイナビ仙台の方が選手交代をします。マイヤ選手に代わって佐藤楓選手、そして浜田遥選手に代わって船木里奈選手が入ります。佐藤楓選手は身長170センチと元フットサル代表でもありますので、まあ、非常に足元もある選手です。アウトするのが浜田選手ですが、浜田選手の今日のプレーいかがでしたか。浜田選手裏へ抜けたりシュートチャンスも作れていたので良かったと思うんですけど、やはり決めるところで決めてほしかったなというふうに思います。はい。一方マイヤ選手はいかがでしたか。マイヤ選手は左サイドでクロスまで行くことが多かったので、はい、運動量多く良かったと思います、はい。その2人に代わって佐藤楓選手、そして船木里奈選手が入ります。脇坂玲奈選手はやはりそのままアウトし、石田千尋選手ですね、彼女は球際が強い選手です。脇坂選手ちょっと予期せぬアクシデントとなりましたがいかがでしたか。脇坂選手上下にすごい上下左右中クロス入ってきましたが、ここはよく対応しました。ちょっと交錯がどうでしょうか。手のあたりを押さえて腰のあたりですかね。思い切りよく出てきましたけど、はい。まあ、久野選手も本当にこの恐れずに、ね、はい、出ていくところが本当に魅力の一つでも、ね、ありますもんね。少し腰から背中から落ちましたかね、はい。池尻とのこの交錯となりました。ちょっと心配ですね。まあ、そして今野島ステラとしましてはかなり選手も変わっていますので、まあ、5人の、ね、選手交代が行われましたので、あ、ここは丸が出ましたね。コーチからは丸が出ています。丸出てますか。大丈夫そうですかね、はい。まあ、ちょっと心配な部分はありますけれども、でもこうしてキーパーの選手がこう体を張ってプレーする姿っていうのは周りの選手はどうですかね。いや、心強いというか頼もしいですよね、うん、恐れずにできるっていうのは。あと判断ですよね、はい、ランチングに行くときとキャッチしっかりするとき、前に出るときっていう判断がこの選手素晴らしいですね、うん。いますかね。はい、大丈夫そうですね。で、交代した先ほどの脇坂選手なんですけど、ね、はい、ちょっとね、もう運動量多くこまめに、はい、あの顔を出したり守備に行ったりっていう風にしていたので、運動量が高かったのかなというふうに思います、うん。
まあ、先ほど少しベンチにも映ってましたけれども、本人は悔しそうな顔してましたけれども、でも次につながりそうですよね。はい、そうですね、はい、さあ変わった船木が持ちました。宮沢右に開いていきます。長野狭い局面をつないでいきます。石田千尋、ここはロペスに収まりました。自ら運んでいこうとしますが、一度左に出します。失礼、右に出します。佐々木選手かな、左サイドですごいいいランニングをしたんですけど、はい、出すことできなかったですね、はい、やはり変わった選手というのはちょっとこのあたりのコミュニケーションというのも重要になってきますかね。はい、そうですね、コミュニケーションと、あとはやはり元気だと思うので、はい、運動量多く走ってほしいなと思います。はい、船木自ら切り込んでいきますが、ここを、はい、大きく書き出します。隅田ふわっと浮かせて、ただ大賀が前には送っていきます。対応したのは伊藤選手ですかね。そうですよ、伊藤樹里選手です ね、はい、落ち着いてますね、はい、まだまだ若い選手なんですけれども、今シーズン加入したばかりの18歳の選手です。船木高平からもう一度宮沢を通そうというところでした。細かくつないでいきます。船木前線では駆け引きを繰り返しています。白木シンディに収まる、いいですね、はい、ここからドリブル、佐々木、変わった佐々木が走ります。中にはロペス、ここからどうするか、シンディも上がってきました。自ら打つか、2人に囲まれて一度預けます。中にはシンディとロペス、そして西郷里も上がってきました。こう対応に行きます。いいチャレンジだったんですけどね、マイナビ仙台ボールになってしまいました。ただここで野島ボール、シンディ、この選手は技術があります。石田千尋、中入ってきました。ただ大きく出していきます、マイナビ仙台。長野から一度出しどころを探します。高平、船木が持ちます。船木から宮沢、ターンして一度落ち着かせてから中央を通っていきます。ワンタッチで出す。長野、高平に出していきます。かなり守備も厚くなっています。野島ステラ、前に残っているのはロペスだけです。さあここ入れていくと面白いんですが、オフサイドです。今のこの攻撃いかがでしたか。マイナビ仙台の方は結構深い位置から守備をして奪って攻撃につながったんですけど、野島ステラがセットした状態というか、守りにみんな戻ってくる前に一つシュートまで行く形を持ってってほしいなと思いました。はい、まあ、やはりかなり野島ステラの方も集中した守備を試合開始スタートの時から見せています。スローイン長野です。なので、はい、みんなが、はい、野島ステラの方がしっかりセットした形になると、なかなかこじ開けるのは難しいかなと。ここはファールになりました。これはチャンスになるかもしれませんね。長野選手、はい、いいボール蹴りますからね。
パスセンスもありボールにも関わることができるこのボランチの長野選手、いいキックも持っています。ゴール近いところには宮澤が入っています。そして長身の佐藤楓、白木、この辺りも前にいます。残りわずかというところで大きなチャンスがやってきました。松原選手、大賀選手の高さありますし、はい、あとはこの選手の思い切りの良さ、はい、あります。ただファーが余っているので、近いところに出していきました。最初に触ったのが石田千尋。さあここからカウンターにつなげられるか。小林美晴、はい、素晴らしいですね。前半から出ていてよく走ります。本当に素晴らしいですね、はい、国武も対応していきました。後半のアディショナルタイムは4分です。4分と表示されています。松本です。さあここからどう組み立てていくか。高平、長野、高平に出していきます。自ら持ち上がって呼び込んでいるのが宮澤。スペースにというところでしたがちょっと大きくなってしまいました。今ね、中で白木選手がファンに行くと見せかけて中に入ってきたっていういい動きをしたんですけどね、はい、あとわずかというところでしたね、はい、さあここロペス、そしてシンディ、左足のパスを送ろうとしましたがここはカットしました。枠の直接蹴っていきます。動作ありましたがここは笛はありません。右サイドからこのボール佐々木美和が取って、小林美晴スペースに出していこうというところですが対応しました。隅田、高平、すでに左サイドに上がってきています。宮沢を経由します。白木、ボールを呼び込む。高平、中には3枚、一度戻してワンタッチでつないでいこうとします。最後のセーブですね、はい、合わなかったですね。まあ、あとわずかというところです。目安の2分を過ぎています。まあ、野島の狙いとしてはいかがですか。この後野島はまずは失点ゼロで最後まで集中してやはり守りたいのと、はい、あとは攻撃へのチャンスがちらっと見えたりするので、ロペス選手の、まあ、キープだったりで佐々木選手がそうですね、はい、今も追いかけてかなりフレッシュですね。スプリント、はい、足も速いですね。いいランニングをしたり、はい、攻撃のチャンスになる動きをしていると思うの で、あとは運動量ある小林選手も攻撃しようという姿が見れるので、はい、そこでどうにかゴールにつながるカウンターにつなげてほしいなというふうに思います、目安の4分まで残り1分となりました。スローイン、ここはロペスはやっぱり勝ってくれます。強いですね、はい、体を入れます。まあ、どのくらい出場するのかというふうに思っていましたけど、90分でそうですね。そうですね、スローインで頭で競って
ただここは国武セカンドボールしっかりと収めます。佐藤楓、石田千尋が前に送っていきます。高平、おー、ここよく奪いました。伊藤樹里です。伊藤樹里、速いクロス入れていく。ここから打てるか。佐々木、切り返して、ただ最後体を入れていました。最後佐々木選手、はい、素晴らしかったですね。ここで試合終了です。2021-22ヨギボーウィーリーグ第1節、マイナビ仙台レディース対野島ステラ神奈川相模原の一戦、両チーム粘りましたが0対0引き分けとなりました。小林さん、振り返るといかがですか。いや、マイナビ仙台はやはり決められるところで決めきれなかったなというふうに思うので、まあ、野島ステラの守り勝ちかなというか、まあ、はい、もちろん引き分けなんですけど、基本的には野島ステラはよく守ったで、チャンスあればこれから得点につながるっていうプレーをにつなげていけば、この先また積み上げて戦っていけるのかなというふうに思います。まあ、この野島ステラの方ですけれども、新加入ロペス選手とシンディ選手、この2人はいかがでしたか。ロペス選手はここではっきりしたかなというふうに、まあ、相手チームもこの先分析してくると思いますけど、野島ステラの選手たちもチームとして戦い方がじゃあどうなっていくのかっていうのは、この1試合でこの先の戦い方っていうのがまたはっきりしていくのかなというふうに思います。はい。まあ、一方の注目選手に挙げていただいたマイナビ仙台の宮澤選手はいかがでしたでしょうか。目立つ動きはそこまでなかったとは思うんですけど、要所要所にそうやって間でボールを受けたりとか、周りの選手をうまく使ったりとか、ランニングしてスペースを空けたりとかっていう部分では、活躍していると思うので、まあ、あとは自分から仕掛けてゴールを貪欲に狙っていくっていう姿をもっと見たいなと思います。はい。まあ、両チームこの勝ち点1っていうのはそれぞれ意味合いはどうですかね。やはり両チームとも勝ち点3というのは狙っていると思いますけど、まあ、入り方としてというか、試合の印象では野島ステラの方は引き分けはいい引き分けだったと思いますし、マイナビ仙台はやはり勝ち点3を取りたかったという試合だったのかなというふうに思います。はい。さあ、それではマイナビ仙台レディースの宮澤ひなた選手のインタビューが間もなく始まります。それでは宮澤選手のインタビューです。宮澤選手、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日の試合振り返るといかがでしたか。はい、そうですね、まあ、結構ボールを持ってる時間帯っていうのは自分たちが多かったんですけど、まあ、なかなか最後のところでゴールという形で終われなかったっていうのが、本当に最初から最後までなんかそういう時間帯が多かったかなと思います。まあ、この課題の方をどのように今後克服していきたいというお考えでしょうか。はい、そうですね、まあ、やっぱ引いた相手に対して、まあ、どうやってゴールへのスイッチを入れてどう崩していくかっていうのもそうですし、まあ、そのゴール前で相手が密集している状態を、まあ、どう広げてどう差し込んでいくかっていうのは、本当にこれからも今もですけど課題としてやっていきたいなと思ってます。一方でこの公式戦が行われたというところに関して、まあ、この WE リーグの開幕戦、そのあたりはいかがでしたか。はい、まあ、本当にこのような状況の中で、まあ、私たちがこのように WE リーグが開幕できたっていうのは、本当に多くのたくさんの方のサポートやご協力があってのことだと思うので、まあ、一番は今日勝利という形で感謝の気持ちを伝えられたら一番良かったですけど、まあ、それができなかったので、まあ、次こそは絶対に勝ちたいなと思います。
まあ、今日は本当にたくさんのお客さんが来てくださいました。お子さんたちもたくさんいらっしゃって、まあ、この将来の夢としてこのプロサッカー選手を夢見る子どもたちもたくさんいると思います。多くのサポーターに向けても最後に一言お願いしていいでしょうか。はい、このような状況の中、まあ、スタジアムやダゾーンで見てくださり本当にありがとうございます。Wリーグが開幕して、まあ、私たちのように女の子でも、まあ、プロ選手としてこのようにサッカーができているということは本当に感謝しなければいけないことだと思うので、まあ、本当に小さい子たちの憧れの存在になれるよう、そして、まあ、本当に多くの方に影響を与えられるように私たちも頑張っていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。宮澤選手ありがとうございました。ありがとうございました。宮澤選手のインタビューでした。まあ、女の子の夢ということもありますし、まあ、そういった意味でもこの1試合大きかったですよね。小林さん。そうですね、この1試合というかこの開幕、日本初の女子プロサッカーリーグがやはり今サッカーをやっている少女たちが憧れるっていうのは素晴らしいですね。はい、さて続いて松田丈雄監督のインタビューです。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。まずこの開幕戦振り返ると、まあ、選手たちのプレーいかがでしたか。そうですね、まあ、緊張感もあり、まあ相手の守備に手こずり、まあ、いろいろやらなければいけないことを確認したゲームだったと思います。まあ、その確認しなければいけないことを次に向けてどんな課題が出てきましたか。まあ、やはり得点ゴールを取るところ、まあ、そこに対して、まあ、自分たちが何できるのかっていうのをね、もう一回いろいろ構築していきたいなと思ってます。そして一方でかなりチャンスがあり、まあ、そのあたりの期待感というものも高まったサポーターの方も多かったと思います。そのあたりいかがでしょうか。そうですね、まあ、うちの特徴としてはできるだけ一つのボールにね、多くの選手が関わって、まあ、ゴールを目指していく、まあ、そのためにはボールが来ない選手っていうのも当然いるし、まあ、これはもう実際にグラウンドで見てもらえば多分人がいろいろ動いてるなっていうのは感じてもらえると思うんでね、ぜひグラウンドで見ていただければと思います。はい、まあ、次はアウェーとなりますけれども、次に向けても一言お願いします。まあ、もう本当に勝ちを目指して頑張るだけなんで、まあ、良かったところは当然引き続き、悪かったところを修正しながら次に向けていきたいなと思ってます。お疲れ様でした。ありがとうございました。はいはい、どうも。松田監督のインタビューでした。小林さん、松田監督はこのようにご覧になるのは久しぶりになりますか。久しぶりです。はい、どうですか、昔と比べると。少し年齢を重ねたなと思います。私もですけど落ち着きというものでしょうか、それとももともと厳しい方だったんですか。厳しさの中に優しさがあるので、その表情から見て、まあ、次にも向けていろいろとこれから準備して考えているんだなというふうに感じました。はい、次の試合にも期待しましょう。はい、さてそれではハイライトをご覧いただきたいと思います。マイナビ仙台対野島ステラの一戦です。両チーム笑顔で入場してきました。これは前半のシーンです。まだこの時間帯は日が差していました。これがファーストシュートとなりました。これもあとわずかでしたね。そうですね、スペースに入っていって野島ステラも対応したんですけれども、はい、シュートチャンス枠に行ってればという感じですね。はい、そして長野のコーナーキックからです。マイヤのシュートにあとわずかというところでした。このマイヤ選手の左足のクロスの精度が素晴らしかったですね。はい、あとは、はい、宮澤選手これ決めてほしかったですね。そして後半です。ここから高平のシュート、遠い位置からのミドルシュートでしたが、こちら高平選手、そして久野選手いかがでしたか。後半入ったな、高平選手が思い切り狙いましたけど、はい、
この選手素晴らしい対応です、ね、はい、ナイスセーブも見せました。そして次はマンヤですね。久野選手、はい、よく触りましたね、でこの後も決め切りたかったですね、マイナビ仙台は。まあ、本当にチャンスは多かったですよね、はい。まあ、ただその一方で野島ステラです、代わって入ったシンディ選手、遠めの位置からのシュートでした。今後の可能性も感じられそうですか。はい、そしてシンディ選手、はい、はい、ま、多くちょっと見られなかったんですけど、これから先どういう風に関わっていくのかっていうのを注目してみたいですね。はい、